ございます。おはようございます。今日はですね、どこに来ていますか？ここは今羽田空港です。ちょっとね、前にそんなに人はいないんですけれども、声を小さめにお願いいたします。本日はですね、私たちはどこに行くのかっていうのを言ってやってください。行きますよ。沖縄。まあ、ちょっと訂正点というか、まあ、訂正点です。言うの忘れてたって感じですか？はい。まあ、ちょっと今、この二人、旅行行くぞみたいな感じでテンション上がっちゃってんで、はい、許してください。すいません。うん。ちょっとね、説明不足。申し訳ないです。申し訳ないです。いっちゃん大事なところ忘れてましたね。すいません。まあ、去年行われた、はい、スカイピースとコムドットがタッグを組んで、はい、やってくれた運動会やったじゃないですか。ありましたね。運動会で100万円もらいましたよね。もらいましたね。あれ、どうしましたか？私の家の引き出しに入ってます。そうですよね、ついにこの時が来た。来ました。もうずっと考えてて、自分たち、はい、何に使ったらいいんだよって。100万円ってまで使えないじゃないですか。使えないです、はい、で、なんかスカピの2班型の要望では企画で使ってねみたいなの言ってたじゃないですか。言ってました。で、なんかいろいろ考えたんですけど、はい、どれも、うん、みたいな、はい、で持って、で沖縄行きたくねみたいな、うん、これ今回の慰安旅行みたいな話が出た時に、うん、100万円使って豪華にしちゃわねって。ああ、なるほど。はい。ということで、今回の旅は企画からもらった賞金100万円全部使い果たしちゃいましょう。はい、はい、という旅になってます。はい、はい、いっぱいね、使っちゃうぞ。全部使っちゃうぞって感じで、もう贅沢な旅を、はい、今回はホテルとかめちゃくちゃ豪華。あ、マジ？うちさ、結局見てないの。え、もう正解。なんか話し合ってくれたって、見るって言われたんだけど、見ない。違う、本当にすごい。マジ？びっくりした。マジ？で、ね、そこ行こうみたいな。拾ってもなんかやらしいろんなことして、海で遊んでたりとか、いいね、やりたいこといっぱいして、ね、楽しいもので作りましょう。はい、もうすぐねフライト時間ということで、はい、またなんかちょいちょい、ね、要所要所で、要所要所で、要所要所で回していきたいと思いますので沖縄の旅へ行ってみよう。ただいまより飛行機に搭乗する。搭乗ゲート58番スタート。チキンプレッション、オン。アウトサイダー5 ゼロプロミッション開始。ミッションクリア。係の者は直ちに現場へ急行せよ。大丈夫大丈夫、ここら辺にある。大丈夫。こういうタイプのやつたまに引っかかるやつ。そうじゃないんだよ。分かった。今日から後ろ前。いつまでも続くわけじゃない。これ沖縄まで続いちゃう。楽しみ楽しみ。でもこの辺若干免税店っぽい感じになってる。わ、サングラス欲しい。え、ちょっとフライトまであと10分ですけど買いに行っていいですか？あ、いいですよ、いいですよ、行きましょう。いくら？うわ、サングラス超可愛いんだけど。可愛い。青緑のやつとか超可愛い。うわ、やめる？え、沖縄行くのやめる？やめる？買い物する？アヒルの記憶の後ろの方にいるやつ。よし、じゃあそれでは持っていきますよ。行きますよ。バビン。バビン。沖縄ついちゃって。着きましたよっていう感じですね。着きましたね。なんかまだ沖縄感はない。ないない。まだない。飛行機の中で隣のおじさんのクロスワードを突き合わされましてですね。急にさ、隣見たらさ、おじさんと親密になってたからびっくりした。なんかすごい言いちょつき始めてるからいいと思って。バロン？バロンとった。ナンパされてた。ナンパされてた。どっかの島にいるらしくて。あ、そうなの。どっかの島で何かをしてるらしくて。おいでよって言われたんだけど、もう何言ってるか分かんなくて、あー、すいません、すいません、疲
しかもさ、結構2時間ぐらい一緒にいたわけやん。最後の10分でめっちゃ詰めてきたわ。そう、詰めてきた。俺なんだと思うみたいな。クロスワードメッセージ。なんだろう。抹茶ジェラート。やだ、ついちゃって。あ、お待ちなさってる。お待ちなさってる。中村さん。あ、中村さんですか。中村さん、はじめまして、すいません。よろしくお願いします。お願いします。あ、はい、ありがとうございます。はい。中村さん。えぐい鶴ヶ谷えぐい、ヤモリめっちゃいる。あ、守ってんだね。やばくない？すごい。せーの、あ、こちらが。え、ちょっと待って。待って、やばい。え、これ何？これ何のための何みたいな。できる。あっちにあるんじゃない？あっちにあんの？えぐいんだけど。え、てか待って、こう天井で寝れるって絶対。ちょっと行ってみようよ。え、行こう。さすがに。うわ、うち螺旋階段とかめっちゃ憧れるんだよな。え、こういうのマジやばい。待って、違う。うわ、ですよね。なに？ねえ、待って、両辺来て。やばいよ。え？待って待って、こういう感じだから、こうやって夜絶対こう散るじゃん。やばい。わかります？皆さん、わかる？何の説明もしてないけど感じだよね。
いやすごい。だって見てこの電飾。何がある？何がある？ねえ待って、本当にやばい。やばい。やばい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 よ。待って待って、てっ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 て。レギュースラハマビッグ。え待って、しかもハンモックあんじゃん。ねえ、もうさ、一回何もかも忘れたいね、ここで。一回何もかも忘れよ、絶対進めない。待って待って、ちょっと何から変えるの。どうしようどうしようどうしよう。どうしたらいい？私どうしたらいい？絶対夜ここでさ、チルじゃん。しかさ、プールに入りながらさ、あれに浮かんでさ、絶対やん。マジで、ふざけんな。約束しよう。プロミス。もういいかな。もういい。ごめんごめん。やめとこう。てかさ、もうここが普通のホテルって一室じゃん。普通。これで終わりじゃん。うん。いや。何？恐竜の卵みたいな。恐竜の卵みたいな。恐竜の卵があるみたいな。あれ、リモちゃんあれですか？もう普段あんまり。はい、金槌です。とっても金槌なんです。でもこれなの。ちょっと待って。何？なんかさ、バチェラーの世界。ガチ？もううちバチェラーで見たことあるもん。なんかこうやってさ、二人きりになるところ。はいはいはい。ツーショットタイムだ。ツーショットタイムある。もうツーショットタイムになる。あ、本当だ。これもうバチェラーの画角やん。いやー。わかる？この水着でさ、二人きりになってさ。ポンコさん、ポンコさん、二人気になってさ、イチャイチャすんじゃんよ。てかこれ、相乗りで見たことある。相乗りのツーショットタイムだべ、ここは。そう、相乗りのツーショットタイプ。ツーショットタイプ。明日、俺と一緒に日本に帰ってください。うわっ、てか、あんた綺麗よ。綺麗。すごい綺麗な。私綺麗？うん。どう？待って。やばい。東京から来ました。はい、リンリン28歳。素敵な恋をしに来ました。はい。東京から来ました。ニコは27歳。運命の人を探しに来ました。よろしくお願いします。伝わってるあんた、相乗り。何ですか？相乗り。マジ？テラスハウスわかる？あ、テラスハウス。え、ラブアーモン知らない系？いや、そう、テラスハウスなら。え、じゃあさっきのうちが明日一緒に日本に帰ってくださいっていうのわかんない。わかんない。わかんないで笑ってたんだ。適当男。行くよ。見損なったもん。一日目に振られた。え、ここさすがに、どっから、グリーン。グリーンあるけど。グリーンランドある。グリーンランドある。うわ、牧場？えぐいって。牛とかいてもおかしくないよ。おかしくないよ。やばー。追い込むね。うわ、追い込むね。追い込むね。バチェラーゾーンです。ここはバチェラーとデートに行けなかった人が残るとこ。なんかもうさ、憧れのキッチンだって。うわー、もう友達大勢呼ぶやつやん。え、冷蔵庫とかもさ、いっぱい食材入ってるよ。入ってるね。ねえ、なんかもう絵が一気に。本当だ。え、じゃあおしゃれ YouTuber やん。わあ、やばくない？ね、じゃあ今日は、ホームパーティーの様子を、お届けしたいと思います。 OK with me。 Let's start。 ごめんよ、これ、あ、OKOK、出して。触ってたか、お前やろね。後で行きましょう。ね、ちょっとごめんなさい。マジっすか。え、ちょ、大好き。さっき言ったやん、紅芋食べたいって。それで、ちなみにおいくらなんですか、ここ。私マジで知らないんですよ。このお宿、はい、一泊40万円です。40万。え、だから2泊3日ってことは80万円。いや、
門を思い切りました、だから本当にやばいやばいやばい、堪能するようなことしてる場合じゃない。確かにね、一秒一秒大切に、一秒でだってもうチャリン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 、どうや今だ、今今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 今本当にいい思い出したいなと思って。もうナイスナイス。そっか。今日編集終わらせる。ねマジでうちも今日編集終わらせる。仕事してる。仕事してる。ガチで終わらせる。ほんでマジ楽しむ。本当仕事家のムーズ忘れて。忘れて。やりましょう。じゃあもう早速行っちゃいましょう。買い出しに。行きましょう。ベッツラ。ピーナッツバター。いやー。リホリホがいなくなりましたリホえトイレ行くって言ってた、そのトイレはいないの、ないです、広いから広いからあ、わかった、ここだ、ねえ、はいね、見て、ちょっと綺麗。うわ、一番綺麗な時間だ。一番綺麗な時間だ。愛さのあなたでしょ。贅沢だ、贅沢だ。お世話しいらなかったな。いらなかったぞ。お願いします。シェフが。シェフがいらっしゃるっていうことで。うん、今日はあのアグー豚のスペアリブですね、パイナップルで漬け込んで柔らかくしてます。で、伊勢海老はトリュフクリームで、テレビ通りにしてます。で、県産のサーロインですね、はい、そう、ジャンボマッシュルーム、ジャンボマッシュルーム、はい、あとアスパラですね、アスパラ、はい、どうせ全部だけ使っちゃいましょうか、はい、こちらがですね、ヤンバルドで沖縄の方にも近所するんですね。で、こちらがですね、スモークですね、それテビチの唐揚げ、あと車エビの全部ピンチョスになりますね。こちらがゼッポリーニという南イタリア、ナポリの方の揚げパンみたいなものです。ちょっとお菓子感覚で食べれるものではあるんですけど、緑色がゲット、赤いのがエビ、黒いのがイカスミで作られたゼッポリーニなんですね。で、お野菜の方はもう取っていただいて、こちらもリッピングしていただいて食べていただくんですけども、こちらがグリーンカレー。で、こちらパンプキン、かぼちゃですね、人参のソースと、これ梅とおばんソースですね、一番とは、きのこのソースになりますね、好きなものを使っていただいて、ありがとうございます、失礼しますね、おいしそう、ということでね、私たち人生というものに来てます、なんか、アパレルの女社長みたいな見せてくれたよ、これはどこの、これは七里屋さんの、うん、神社べ神社べ神社べ、あ、これ神社、うん、わぁ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 神社わぁ、これなんだ、あ、なんか、ステラカンノみたいな、うん、ステラカンノ、こちらがゼッポリーニ、ゼッポリーニ、ゼッポリーニ、手びちって何ですか、豚の足、足とか足首とか手びち、コリキリ、チマグとか手びちというブヨブヨだ、コラーゲンたっぷりなんて、あ、ほらみさんは名前は何て言うの、あ、私渋谷と申します、あ、渋谷、渋谷さん、渋谷さん、沖縄の方ですか、ではないです、あ、ゴーヤー、生で食べたことあります？ないないです、苦いです、シロヤさん、これ何でしたっけ、ゼッポリーニ、ゼッポリーニ、ゼッポリーニ、これ味、エビ、赤いのがエビ、黒いのがイカスミ、緑のが、ゲットウです、ゲットウ、何ですか、ゲットウという、草というか、なるほど、じゃあ、その腐敗したそれSee you.
それ結構結構ゲット。そこの光入れないで。そしたらこうフライングゲット。貝うま。貝やな。シダリだよな。次のサラダです。赤町の刺身サラダになります。中町の刺身サラダ。中町兄弟。中町兄弟。チャンプルにはなってないはずだけど。病院に行きすぎた。チャンプルにはなってなかった。美味しかった？美味しいですか？めっちゃ美味いです。一回食べてみました。両辺に言われたら食べるしかない。今日割と進んでます。進んだね。すいません、今日痛くていかがいかがこれが当たり前になったらなってで幸せなんだなっていうのは思いますね。確かにそうですね。それこそさ、私が見てるドラマあったじゃん、ヤンゴスナックについて、うん、こんな感じだった。もっとすごい。もっと成長になって話が聞こえますかぐらいの距離で横一列でしょ。どうなんだろうね。それになりすぎちゃうというかさ、うん、幸せを感じるボーダーラインが高くなっちゃうからさ、どうなんだろう。普通だったらそれ以上いかないと。そうそうそう、だんだんこう感動しなくなってきちゃうかな。うん、それも嫌だ。嫌だ。一生に一度でいい。うん、こういうところ。うん、エビだ。私エビ大好き。しかもトリュフソースですって。ガチ誰だよ。何やっと無事やぞ。いただきます。うわ、取りやすいようになっちゃって。そうだよ。いただきまする。うん。ダメだ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 。なんかカメハメは大王の食事に。わかるわかる。ワンピースの。南の島の太陽はカメハメハ。カメハメハ知らない。ドラゴンボールですね。違うよ。カメハメハ大陽知らないの。カメハメハ一世はハワイ諸島を初めて統一して1810年にハワイ王国を建国し、初代国王となった人物である。やばい人だからね、カメハメさん。こんな、なんかおこがましいから名前出すのも。そうですね。で、ちなみに歌うから。割れるにないですね。ない。すごい。うん。トマトとかが嫌いだっただけで、でも最近食べれるようになった。料理じゃない。小さい頃食べてた卵。へ。そういうのはないんだけど。うちだって嫌いな野菜はある。アレルギーじゃない。すいません。うわ。すいません。そういうのが気になってる。いやいや、アレルギーと嫌いな食べ物が違うんだけど。うん。
たまらんですよ、あいつは。ごめんなさい。アレルギーあるって言ってた。まあ、トマトは嫌いですけど。何してるの？ね。あ、たぶんそう、ツンとしない。二人で待って。せーの、だ。ね、ほら、先謝って。佐藤君、謝って。先謝って。謝るでしょ？先に謝ってください。佐藤謝るよ一緒に謝るのねじゃあもう渋谷さんも一緒に謝りましょうすいません謝ってくださいほんとすいません結局自分関係なかったですよし食べるぞよし食べるぞよしお肉いただきますこれを待ってた、うん、食べてごらんなさい、うん、すみませ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 ん、うまいねしいたけ三姉妹しいたけ三姉妹三姉妹をさればしいたけになるのねなかったのこれが、あ、そう、これ知ってるこれ知ってるせーの違う違う何何1個両減って、もう一個あ、ダメご飯中ご飯中だけ手で遊ばないよそうそうね椎茸うまー美味しいですねマッシュルームですえこれマッシュルームだったんですねえこれマッシュルームだったずっとうちは椎茸する椎茸大好きこれマッシュルームなのよく見たらマッシュルームですよよく見たらえこれはこれ、これ、シイタケじゃないですか。シイタケ、まだ私もバケツを持っているわ。やだ。シイタケなの。あ、違う。お姉さんは私はこれだ。大丈夫です。大丈夫ですか。ありがとう。いや、忘れたんですよ。今日は弁当だからね、あったわ。両替してこないでちょうだい。一度でもさ、うちらのことをそういう目に見ようと思ったことある。ないって大事だね確かに失礼ね何が正解なんだろうこれからパワハラに当たるそうだよ、だって見たって言ったらさマネージャーなのに誰しもってなって見てないって言ったら失礼だよ何が正解なんだよいや、思ったのそれは本当に日本に言ったかもしれないけどさいい人止まりの人って言うじゃんでもいい人っていいじゃんいい人であることって超いいことじゃんでもなんかあの人どうみたいないや、なんかねいいやつ止まりなんだよねってなる時あるじゃんなんでなんだろうと思ったの色気がないは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 い、はい、エロさを感じないとそうそうそうだからいいやつなんじゃない色気がないってことですねそうだねちょっとだけちょっとどうやらねそうだよねどちらかに今からだ、うん、今から先ほどこれ、うん、だって24でしょ、うん、でうちらもう28だからそっからしたらって話で確かに両辺も同い年とか年下からしたら絶対色気はあるはずようちらにも言えることだしあうちらは多分いいやつ止まりじゃないそういいやつ止まりなの色気ない色気ないっすねいやありますよある色気ってなんだろうね女性のさだってそのさなんかさやんだとかさ仕草があからさますぎて仕草だねでもそうかもしれないですなんか波の場とかでもボディタッチがこう多い人ほどモテるみたいな男ってまあ単純じゃないですか、うん、でそういうところでこう色気を見るかもしれないですあ、なんか、なんですかウニだコンソメで炊き上げたカルドソーで上にウニがあんたの私のウニがウニだこちらにウニを私のウニに乗せてあげてますつながったからウニが近っじゃあもう言えよこれでくるのめっちゃ近いの。うん。うわ。あ、おいしい。
すぎやろ。でもね、酔いたい。メイクさん。ごめんなさい。すいません。すいません。うん、限度ってもんがあるんでしょ。はい。え、はい。わ。なんかさ、この間さ、うちらの友達で彼氏と踊ったみたいな、はい、お話を聞いたの。はいはいはい。なんか彼氏と喧嘩して仲直りした後踊ったのっていう話を聞いて、え、踊ったってなってめっちゃ爆笑したっていうことがあったの。踊るって何って思って、面白いじゃん、確かに。そのどういう感覚なんだろうと思って、この間私一人で踊ったの。それ言っただけ。踊ったのって言った。じゃあ試しに踊ってみたの、うん、こうやってね、うん、音楽に乗せて、うん、一人で、うん、全然違う。マジ、うん、いいなんか心踊る、発散できるんですね。そう、なんか楽しくなってくる、うん、マジ、うん、本当に何でもいいの、多分。そのダンサーさんとかの踊りとかじゃなくて、ちょっとこうやってやってる、もうずっともうそう、こうやってこうやってやってるだけで本当に楽しかったから。踊ってみようって。そう、踊ろう、踊る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 、プライベート、プライベート。音楽、俺著作権くるよ。そうだね。チャカップの皆さんは喧嘩したら、うん、とりあえずダンス踊るもん。そう、そう、本当そう。本当にでもいいと思う。このカップルになるとさ、手つないで踊るじゃん。うん、確かに。これ楽しいじゃん。そんなんみたいな。やりたい。踊りたい。踊ってくれる人いるのかな。ね。この年になってね。そんなやついたの、最高のやつ。ね。回してほしいで。回してほしい。で、最後こう。どっちかで、キスでキス。何かが来ましたよ。はい。先日か。あら、何クロワッサン、クロワッサンのフレンチトースト。うわわわわわ、朝になっちゃって、すごすぎょーん、すごすぎょーん。あー、え、やばい、シビアさん、はい、沖縄のブルーシートのアイスバニラ、でもご存知です。はい、3つ目と頑張れないでしょ。1、え、マジで、すぐに1出すんだよ。あの、切って聞く。でもうち結構我慢しちゃって、なんかこうとかしたらあれかなと思う。ね、確かに。ちょっとね。そう、ちょっと、うん。なかなか言えなくない？口臭い。言える？なんかいい人なら言えるんですけど。マジで？ガチで？あの、社員とか言えます。口臭い。例えば、リオが臭かった場合ね。例えば。二、うん、人だったら多分言わない。うん、あの、別に、うちがさ、うんうんうん、我慢、我慢って言うの。我慢って。なんか別に口だけじゃん、被害者。でも例えばそれが男の子とかがいて、うんうんうん、狙ってるとかだったら、ちょっと便利やから。一回一回。でもさ、優しさ。うん、優しさ。絶対それと方がいいじゃん。これ、めちゃくちゃ美味しいね、それ。うんうんうん。よし、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。星なんか見えちゃったりするわけ。え、あ、もうかっちゃう、雲が多い。あ、あ、そうなんだ。いや、絶対プール入るの悪いよ、マジで。全部今天気つけてきたので。ね、ありがとうございます。しめさんが帰った瞬間入るの。早く帰るみたいな。やばいね、なんかすごい、本当になんか、え、旅行だよね、これって。旅行だよね、旅行、旅行、旅行。タイミング悪く整理にもなるしさ。そうそう、もう下げ。ちなみにすいません、終わりました。今時刻は3時41分です。もうほとんど朝です。盲点でしたね。おやすみ。じゃあな。じゃあな。See you next time. See you next time.